それではピクニン3の続きやっていこうと思います。そして今回のプラチナチャレンジは原生生物を倒せのステージ3乾きの砂へと挑戦していこうと思います。このステージはクマチャッピーが出てくるのでその辺注意ですね。確か爆弾岩1個でも大したダメージにならなかったので今度は爆弾岩を飲ませてみたいと思います。じゃあとりあえずはポーズかな。マップをよく思い出して対処していきたいと思います。はい、じゃあまずはここにいる赤ピクミンとペレットである程度数を増やして原生生物を倒してどれぐらい数が増えるのかをチェックしていきたいと思います。あとはこっちかな、青がいてこの辺に枯れハンボがいると、そしておたまくんがいてこっちの方は枯れハンボの大群とチャッピー。爆弾岩の場所はよく覚えておく方がいいかも。確かここに1個あってこれはここに投げるべきかな。そしてここの奥にある爆弾岩をこのクマチャッピーに飲ませてあげたいっていう気持ち。そしてこのチャッピーも爆弾岩でいいかな。うん、あ、よく見たらチャッピーにペロチャッピー、そしてテンテンチャッピーにクマチャッピー、全部のチャッピーがいるんですね。なるほど。そしてこの辺は、あ、そうだ、カエルくんがいるんだ。ここにいるおたまは青ピクミンじゃないとちょっと対処しづらいかな。うん、確か爆弾岩って水の中でも爆発したと思うからもしかしたら1体ぐらいピクミンを水の中に投げ入れる気持ちで爆弾を投げてもいいかも。よし、じゃあやっていきましょう。とりあえずペレットに投げて、おっと、 OK。 じゃあとりあえず引っこ抜いておこう。ほい、そしてこっちも前と同じくかけらを運ばせておきたいと思います。そしてキャプテン、ほい、とりあえずペレットかな。おっとと、なんかわかんないけど出てきたなら攻撃、意外と捕まえられた。ほい、枯れハンボにもアタック、よし、オッケー。じゃあまずはよし、じゃあおたまくんから、お、ダイレクトアタック、あ、当たんない、クソ、一発で倒せないかな。あー、水の中にいるとそううまくいかないか。おっと、えい、よし、おたまっちは1体で運べる、そして30が、お、2体だけ増える、うん、倍増えると思えばまあまあかな。よし、これで34になる。よし、じゃあ華麗に飛んでチャッピーを爆弾岩でやっつけようかな。ほい、よし、ほい、おお、気持ちいい。あ、そうだ、飲ませておこう。よし、じゃあ爆弾岩じゃないや、岩ピクミンもこっちまで行こう。そしてほい、今度は枯れハンボを運ぼう。ほい、あ、1体でいいかな。あ、そうだ、てか1体でしか運べない。何体ぐらい増えるかな、1か2か。現在が34で、おお、3つに増える、結構栄養あるじゃん、枯れてるくせに。よし、じゃあこいつらもやっつけよう。ほい、おっと、あった、危ない、ギリギリ。よし、
これで待った、あまり増やしすぎると100以上になっちゃうから止めとこうか。 OK、 じゃあ止めて、こいつらかな、地中の中に埋まっているトビンコ、これはこの辺に、おっと、ほい、よし、あ、どうなる、やめてあげて、あ、あんまり当たってない、結構投げる場所が難しいな、ほい、あ、違う、ほい、あー、やばいやばいやばい、クマに見つかった、一匹連れさらわれてしまった、今36で、お、36は39に、結構いい感じ、くそ、あの爆弾岩を持ってくる前にクマに食べられたら話にならないぞ、じゃあとりあえずここは壊しておこう、ほい、よし、じゃあ2体ぐらいだけ持っていこう、ここまでたどり着けるかな、ほい、そしてこっちか、ほい、おっとっと、はい、飲んで、今度はカエルだな、あ、来てない、たどり着いた、ほい、おたまさんその2、おっとっとっと、これはうまく逃げて、連れさらわれる前に、おお、よし、さあ食べろ、ガブ、モグ、ギャー、クマチャッピーを一撃でやっつけられる、へえ、よし、ほい、さあカモン、イモガエル、あ、逃げられるぞ、ほい、無理やり行っちゃう、ほい、待て、無理やりやったら運んでいけねえじゃねえか、ほい、よし、5体ぐらいかな、 OK、 てか全員で運ぼう、ほい、今39体だね、よし、じゃあ今のうちにこっちに行って土の壁を壊しておこう、あら、よし、ほい、39か、お、8体増えたのかな、結構それなりだね、よし、じゃあ次はクマチャッピーだ、こいつは重そうだな、ほい、お、12か、そんなに重いってほどではない、あ頑張れ、47がどれぐらい増えるかな、お、そのままですね、20体だけ増える、普通だ、よし、そしてペロチャッピーに爆弾をこっそり仕掛ける、ほい、わー逃げろ、どう、よし、運べー、あら、なんと12体だと、ちょっと重い、あー、そういえばお宝でそうだったかも、じゃあしょうがないから、ほい、お手伝いいたしましょう、というか青ピクミン、まあいいか、ほい、この爆弾矢を持ってるピクミンまで突っ込んでいくのは何か使いようがあるんだろうか、よし、じゃあまずはこうなったら、あとは調べたいキャラクターはいないかな、
大体こんな感じだね。爆弾岩を使って巨大なチャッピーを素早くやっつけるっていうのがポイントみたいだね。そして道をつなげてここにいるお玉をどう倒すかが問題かも。よし、じゃあ適当にこっちの方に行ってトビンコはどう考えても爆弾岩で一掃した方がいいよね。ここは難しい判断だ。じゃあこっちの方に戻って、はい、さあ何をしようかな。よし、確か点々チャッピーいたけど、点々チャッピーは10で運べて15ぐらいになるんだったかな。よし、じゃあアルフ君にちょっと投げてもらおうか。ほい、みんなで襲いかかれ。よし、力勝負。オッケー、おっと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 、一応100以上になったら困るからここでストップ。よし、ここにある間欠泉っぽいのってどうなんだろう、使いようがあるのかな。いろいろ使い道は考えられますね。よし、届くかな。ほい、オッケー、ほい、点々チャッピー運んじゃおう。これでぴったり15が増えれば100になるかな。あえてここでピクミン溺れさせるという手もあるけど、ちょっとひどいか。えい、届かない。ここは青ピクミンじゃないときついかな、やっぱり。増えた増えた。今の増え方を見るとやっぱりそうなのかな。よし、こんなもんか。これで大体の増えるピクミンは調べられたかな。あとはルートの確保だけど、ちょっとわからないかも。枯れハンボが大量にいたところは青ピクミンに任せた方がいいかも。そうすれば橋のかけらをつながなくても済むんで大丈夫かも。うん、難しい。さあどうやって運用していくか。とりあえず OK。 よし、じゃあ今回のデータをもとに計画を練って挑戦していきたいと思います。はい、それじゃあ練習がてら本番に挑んでいきたいと思います。と言っても実を言うと計画は全く立ててありません。とりあえず爆弾岩を使ってチャッピーをやっつけて、あとは原生生物を適当に倒せばいいんじゃないかなという感じです。そういう無計画なところからスタート。とりあえず赤ピクミンはぶっちゃけ増やさなくてもいいんですよね。この爆弾岩を使ってチャッピーとペロチャッピー、そして点々チャッピーをやっつけておけば OK です。あと岩ピクミンも、まあ、正直増やすことがないから特にやることもないんですよね。重要なのは青ピクミン。青ピクミンの方はかなり多くの原生生物と戦うので、なるべく数は増やした方がいいかな。よし、じゃあ青ピクミンの方から増やしていきましょう。まずはペレットかな。ペレットを取らせておいて、そして数を増やして爆弾矢を持ってここに投げると。なるべく土の壁と一緒にトビンコもやっつけたいけど、どっちかっていうとトビンコを優先的に狙った方がいいですね。よし、じゃあやっていこう。ほい、よし、とりあえず戻って、ほい、じゃあ戻りましょう。そして岩ピクミンはどうしよっかな。こっちの方に行ってみるか。ここから投げる。
おお、そしてドボーン、いいね。そして投げる、卵を割って、ほい、あ、激辛エキス、ほい、これは結構美味しいアイテムかも。それじゃあお玉をやっつけるか。お、外に出たところ直接踏めないかな。あー、踏めないっぽいな。よし、なんとかやっつけた。よし、そしてこっちかな。枯れ半歩の手前まで移動。ほい、そして赤ピクミンを引き連れてここに移動。こっちは OK、 ガラスが壊れてるからどうしようかな。ペロチャッピーをやっつけて赤ピクミンの巣まで持って帰るべきか、いや無視するべきかな。そしてこっちの方に、うん、赤ピクミンと合流して爆弾を持たせた方がいいかな。ほい、オッケー、シュバー、おっと、ほい、えい、逃げろ。あ、ちゃんと爆弾を見るんですね。よしよし、これで、あ、ここから直接、あ、投げられないな、遠いな。じゃあ岩ピクミンを使って、よし、これで降りよう。降りてペロチャッピーをやっつけて、道はどっちがいいかな。このルートだとあと1個爆弾を持ってテンテンチャッピーに行けばいいから、一度解散した方がいいかな。ここで解散するとチャッピー運び始めちゃうな。よし、じゃあこの辺まで移動して、ほい、そしてほい、OK、 じゃあ1個だけもらっていきましょう。この辺りまで移動。はい、そしてアルフ君はペロチャッピーをやっつけたら土の壁を壊して彼らをやっつけに行った方がいいかな。いや、ここは青ピクミンがいないといけないから、土の壁を壊してこっちも壊しに行った方がいいかな。こっちの方に行って、うーん、土の壁と水晶、明らかに水晶の方が壊しやすいけど、まあ、いや、とりあえずペロチャッピーはつけに行こう。そしてその前に青ピクミンを優先。ほい、えい、ほい、オッケー、ナイス。ほい、そしてこの辺に投げる。どっちにも当たってくんないかな。よーし、おーっと、一匹生き残っている。あー、まずいまずい、逃げろ。ギャー、みんな逃げてー。お、危ねー、クマクマ。じゃあ一旦逃げましょう。ほら、手動で逃げないと危ない。あ、ナマズ、ナマズ、てめえ、ナマズは気をつけないといけないな。クマがここにいるから、よし、後ろに回り込んで突撃。よし、なんとか強敵ナマズをやっつけたぞ。よし、じゃあクマチャッピーが怖いから、あ、え、一匹ここに青ピクミンが、あー、惨劇を目撃してしまった。やむを得ない、群れからはぐれたピクミンはああなる運命。さて、我々も食べられないようにちょっと遠くに逃げましょう。ほい、そしてブリトニーさんの前にこっちかな。ほい、飛び降りて、ほい、逃げろ。よーし、待てよ、これは上に飛んじゃった方がいいかな。土の壁は壊さなくてもいいでしょう。
よし、乗れ。ほい。じゃあ我々はこっちの方の原生生物をやっつけに行こう。ほい。そしてほい。よし、逃げろ。オッケー、消し。あ、ちょっと、ああ、よかった、みんな来てくれた。そして今度は青ピクミンの方だな。あ、そっか、うーん、青ピクミン爆弾岩をこれ取ってこなきゃいけないけど、どうする？やるしかないか。とりあえず、あー、クマが近いから見つかっちゃうかな、怖いですね。こっちの方に行こうかな。な、そういうルートで行くの？あ、登れる場所がないのかな。ここからなら登れそうだけど。あー、そっか。じゃあほい。こいつ今どっち向いてる？上の方向いてるか。おお、こいつ水の中に入ってくるか。ほい、よし、やめて。オッケー、ほい。よし、あ、ここに爆弾岩があるじゃないか。じゃあこれを持って行ってクマチャッピーに食べさせればオッケーか。よし、まずは爆弾岩だけの舞台にして。これ明らかにしけっちゃわない？まあいいか。さあ、お前へのプレゼントだぜ。ギャース、頑張れ頑張れキャプテン、逃げろ。オッケー。さあ、まずは強敵を一人やっつけたところでどうする？時間が結構ないな。あ、そっか、一人こっちの方に投げてもらえばいいか。いやー、全く計画性がないプレイもなかなか楽しいですね。ほい、アルフ君頼みます。ほい、よし、オッケー。なんかちょっと変な飛び方したけど、じゃあ我々はこっちの方に行って原生生物を倒しつつ、ここを開けようかな。ちょっとだけ爆弾じゃ、また行っちゃった、岩ピクミン。よし、持っていかせてこっちの方に行こう。はい、そしてあ、でも岩を持っていく場所がほとんどねえな。こっちに投げ渡してもらおう。ほい、あげます。そい、ほい、あ、逃げやがった。オッケー、じゃあこの辺でとどまっておきましょう。あ、とどまっておく必要はないかな。こっちに行って壊そう。キャプテンは、オッケー、くらえ。そして爆弾は投げるべきなのか、これ。ほい、おお、よ、よし、仲間はどうした？そこだ。オッケー、ほい、よし、じゃあこのまま向こうの方に行きましょう。ついでに引っこ抜いておこうか。あ、これはアルフ君に引っこ抜かせておけばよかったかな。計画性がないにも程があるな。まあいいでしょう。そして、あ、こっちの方、そうだ、こっちの方にも行かないといけないんだ。じゃあアルフ君はこっちに行かせて、お玉をやっつけさせて、
キャプテンはここに登って上の方に行きましょう。なんか途中から意外と計画性が出てきたぞ。あ、でもカエル、水の中で戦えばなんとかなるかな。じゃあここまで移動、もうちょっと手前。はい、よし。ブリトニーさんは特にやることねえな。ほい、よし行くぞ。おっと怖い。じゃあこっちの方に移動。ほい、ブリトニーさんは援軍に行こう。対カエル用。ほい、そしてささっと逃げて、まずはお玉から。おーっと危ない。頑張れ。おーっとっとっと、おーっとっとっと、逃げろ。よし、さすがオーピクミン。お、潰れるんだ。へえ。急げ。ほい。よし。おっと。やばいやばい。時間がないぞ。あ、えい。暗い。ズドン。そして最後に残ったお玉に突撃。ふう、なんとか無計画にミッションコンプリート。結構フリーダムにやるのも楽しいですね。オッケー。いや、爆弾岩がいっぱいあるステージでよかった。よし、まあ計画はなかったけど狙い通りプラチナがゲット。さあ、この場所は意外と壁とかは多いんだけど、それぞれの場所に爆弾岩があってよかったんですが、さあ次回、かなり1回目は苦戦させられた落葉の回廊、これがなかなか厳しい。そもそも道を作って戦うというのも厳しいし、ピクミンをオニオンまで栄養を運ぶっていうのも難しかったですよね。この辺は考えていかないとダメかな。今までのように無計画にはいられないかも。というわけで、また次回よろしくお願いします。